今回も鈴木優馬選ばれなかったわね。そうだな。あの発言に矛盾を感じたし、今回はその発言となぜ招集されないのか見ていこう。あの発言？毎回だけど、発言と実際にやってることに矛盾点がある。とにかく見ていこう。行く坂場へ。まず、あの事件を知っているだろうか？あの事件？やっぱりこの事件は関わってくるので、ちょうどいいからもう一度簡単に振り返ろう。てめえ何様だよ事件だ。秒でわかる大事件感。これちょっと時間が戻るんだが、事件が起きたのは2020年。親善試合に向けたメンバーが発表された。この時は例外的な問題が起きていて、例のウイルスの影響で、海外組のみの招集ということが事前にアナウンスされていた。海外組のみならさすがに呼ばれそうね。海外組だけで戦うよ。こいついつも何かと戦ってんな。しかし、ここでも鈴木は招集されなかった。ちょっとそれ厳しいわね。おまけに鈴木は鈴木でも鈴木武蔵が招集されてたし。ごめん。ちょっと笑った。そういえば鈴木武蔵も見なくなったなぁ。そんな中、鈴木優馬がツイッターで投稿したことが話題となった。まず、一般ユーザーがこういった投稿を、しました。鈴木優馬は選ばれてないか。多分監督といざこざがあったんやろな。これに対して鈴木がいいねした。最近同じようなことがあった気が。なるほどね。不満は確実に持ってそう。これだけならまだいいんだが、この1週間前に連続で鈴木はある投稿をしてしまった。タイミング的に森保監督から招集しないことを伝えられていたと思われる。もう嫌な予感しかしない。イライラする部分が好きじゃない。てめえ何様だよ。ここで言っちゃったのね。だったら呼ぶんじゃねえよ。なるほど。これはまずいわね。そこに一般ユーザーがリプライ。もしかして、森保監督？反応しちゃダメ。そこは。いいね。いいね。しました。日本代表内でいいね流行ってんのこれ？当然ながら該当のツイートはすでに削除されているが、これは監督批判では？と憶測を呼んだ。憶測というか、完全にそうじゃない？監督のこととは言ってないからな。あくまで憶測の域は出ていない。いやそうだけどさ、この件が大前提にあることをまず頭に入れて、本題の森保監督の発言との矛盾点を見ていくが、先に結論をここで述べる。鈴木が呼ばれないのはこれが原因だ。でしょうね。森保監督はそもそももう呼ぶ気がない。それならそれで、この件があったから呼ばないと言った方がまだマシだ。呼ばない理由としては納得できるものだものね。しかし、断言しないなら私も深掘りしていくさ。今の鈴木は招集に値するプレイをしているからな。ただ、大前提としてこの件はあってはならないことだ。これが事実として、招集しない理由なら私は納得する。それはそうね。では本題見ていきましょうか。このタイミングではありますが、こんな感じで。サッカー全般を取り扱うので、チャンネル登録、高評価お願いします。本当にタイミングを考えなさい。この未熟者目が。わあ。森保監督は若手重視のメンバー選考と自ら語った。では、その基準から鈴木は漏れたのか？それを見ていくと、疑問点が見えてくる。そもそも若手って何歳までのことを言っているのか。パッと思いつく若手って23歳くらいまでかな。まあ確かにそんな感じだな。でも今回のメンバー見ると確かに20代前半の選手は多いものの、ミッドフィルダー、フォワード登録の多くは20代中盤以上だ。そして鈴木優馬は26歳。若手ではないが、年齢的に問題があるようには思えない。その証拠に20代中盤の選手が多く選ばれているものね。結論を言えば、若手重視だから鈴木を外したは理由になっていない。J リーグでのパフォーマンスを考えても、彼と同年齢でも優先して招集された選手がいるわけで、これでは納得のいく答えになっていない。どうにも森保監督は理由があやふやになりがちよね。だからこそみんな疑問がどんどん生まれるし、不満が解消されずに積み重なっていく。何事も具体的な回答をしてほしい。皆さんは、今回鈴木が招集されなかったこと、どう感じましたか？気軽にコメ欄に。まあ、鈴木に関しては次の代表に期待だな。鹿島サポとしては一人も選ばれない怒りと、クラブに集中できる安心感という謎の気持ちが入り乱れるわね。選ばれたら選ばれたで、疲労や怪我の心配が出てくるもんな。それではまた次回、戦うよ。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。